はい、エヴァチャンネル始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回に引き続き弁護士で NPO 法人動物弁護団の細川敦史先生と一緒に今回は長野県松本市の事件についてお話ししていきたいと思います。はい。あやさん、この事件に関わって大体どのくらいですかね。裁判が始まってからもう2年半経ってるでしょう。はい。で、うちに、通報があったのがちょうど3年前ぐらい。3年前だね、はい、本当に長い期間、はい、この事件に関わって。2年半の裁判って先生どうです か。多くのやっぱ刑事裁判って3ヶ月ぐらいの中でもうパッと終わっちゃう感じなんですけども、そんな短いんですか。はい、まあ、認めてる場合なんですけどね、本人が認めてる。今回はまあ争っていたってこともあって、ね、争っていても2年半って結構で長い方だと思いますね。どうしてこんなに長くかかってしまったんですかね。あ、まあ、コロナ禍があったっていうことも一つ要因ではあるんですか、ね、そうですね。いわゆるそのなんか争点整理みたいなことを1年ぐらいやってたじゃないですか、うん、はい、第1回の公判から第2回の公判まで11ヶ月空いてるんですよ、うん、ほぼ1年空いてるんですけども、うんうんうん、これはまあそういうこともあるはあるので、うんうん、とにかく長いですね、うん、いわゆる一般的な動物虐待事件の中でもやっぱりちょっと特別な感じですか。どうでしょう。最初は一人の裁判官で審理をしてたと思うんです、うんうん、はい、見てもらったら分かるので、はいはい、途中から3人に増えてるんですね。あれは合議事件といって、まあ、3人の裁判官で議論してやるということで、うん、より重大な事案であると、うん、多分タイミングとしては追起訴がされたタイミングなんですけども、うんうん、なるほど、はい、裁判所としてもこう重要事案というか重大事案だというふうな認識でやってたのは間違いないですよ。そういうことですか、はい、なるほど。今回うちは署名も、うん、そう、ね、署名もね、結局最初は、はい、44条の2項の動物虐待だけで起訴されていたんだけれども、はい、それだけじゃ足りないだろうということで、うん、44条の第1項のやっぱり、はい、殺傷そっちで罪は問われるべきじゃないかっていうところで、はい、署名を皆さんから集めご協力いただいて、それで、第1項でも起訴されたわけですよね、うん、はい、検察に届けました。検察に届けましたよね。めちゃくちゃ寒い時でしたよね。あ、そうですそうです。年明けの寒い時期でしたね、はいはいはい、持っていきました。それを受け取ってもらいましたが、はい、まあ、あの時のお話って、うん、まあ、言えること言えないことももちろんあるんですが、うんうん、私たちの感触としては結構最初検事さんもなんかこう私たちにこう寄り添うような発言も非常に多かった。すごく動物虐待というものがどういうものかで、世論がどういう思いでこの署名をしてくださったのかということをきちんと、まあ、理解はしていただいてるんだなという印象で、なんかもう少しこう納得のいく判決、まあ、求刑が出るのかなということを少し期待しましたよね。期待はしましたね。まあ、実際1個で追起訴もされましたし、別に我々が言ったから追起訴したって話じゃないんですけれども、はい、あとはその署名は、まあ、すごい数の署名が集まったけれども、うん、やっぱりこの署名をしなくても同じ思いの人がいるはずですよねみたいなことも、うん、そうおっしゃってました、ね、この署名だけの民意じゃないっていうことは分かってますと、うん、それ以外の方々もやっぱり短い期間の署名だったんで、それ以外同じ思いを持っている民意が、はい、民意がもっとはるかにたくさんあるんだってことは十分に理解しています、うん、っていうことをおっしゃってましたよね。そうですね。でこれまで、まあ、9回裁判が開かれて、先日5月の10日に、うん、まあ、判決が出たわけですけれども、まあ、その前に休憩っていうのが今年の1月に出ましたが、その時の印象をあやさんどうでしたか。私もちょっと本当に肩を落としましたね。せめて3年くらいは休憩してくださるんじゃないかなっていう期待が密かにあったので、うん、それが2年でもなかったし、1年ですかっていうところはちょっと愕然としましたよね、うん、先生も どう思いました。そうですね、まあ、エヴァ側で求めていたのは、はい、7年とか7年半もっていうところを求めていたと思うんですけれども、5年かける 1.5 なんですけどね、うん、私もだから3年ぐらい、うん、悪くてもまあ2年ぐらいかなっていうところはあったんですけどもね、うんうん、それをさらに下回っていきましたので。そうなんですよね、もうさらにそれをこう、うん、下回ってしまったっていうところ
がもうちょっと言葉を失いましたよね、本当に。まあ、一つの望みっていうのがやっぱり原発化になってから初めてのすごい大きな事件だったし、それがその施行されてからそういうことをした期間もあったわけだから、まあ、帝王切開、原発化前ではないっていうのもあったわけだし、その罪の重さに沿った刑が、まあ、求刑されるんじゃないかって思ってましたよね。本当に期待してはいたんだけれども、やっぱなかなかハードルが高かったなっていう感じで、今回ってその1項と2項が、非常にあの私たち分かりづらいなと思ってるんですけれども、その1年の懲役っていうのの、まあ、その1項なのか2項なのかっていうのが何回読んでも、判決を聞いた時には、はい、あ1項でこうが認められたんだと思ったんですけれども、その後こういろいろといろんなこうメディア の報道とかも見てみると、はい、あれこれ1項認められてないのかなっていうような報道もあり、非常になんか曖昧な感じがして、結局どういうことだったんだろうって聞いてるだけですもんね、皆さん。僕らもそうですけど、そうなんです、全員聞いてるだけですからね。ただあの実際に聞いてる中身もそうですけども、まあ、間違いなく、帝王切開で有罪にはなってるんです、そうですよね、麻酔を使っていた可能性はあるけれども、使っていたか否かにかかわらず、投与してから効くまでの間にお腹切ってますよねって、これじゃったら苦しいでしょって話で有罪にはしてくれてはいるわけですよね。あと量刑のところで帝王切開のことが、まあ、十分に考慮されてないんじゃないかなっていうのが、おそらくこちら の告発人側の考えじゃないかと思うんですけども、あのまあ、判決を聞いてて思うのは、その、2項の虐待罪の方は非常にこうかなり強い言葉で、判決裁判所もですね、これはとても悪い事件ですよ、事案ですよっていうことを言ってくれてたと思うんです、ただいかんせんこれがですね、この間の法律改正で懲役刑がようやく入って、それの上限が1年なので、ちっちゃい枠の中の一番悪いですよねっていう言い方になっていて、で、まあ、厳罰化された傷害罪の方が枠は大きいんですけれども、その中ではどうなんでしょうっていう言い方だったわけですよね。一番その悪いの中の悪いかどうかって話になっていて、そうすると2つ合わせてみたら思うように、まあ、あのいかなかったって話なんだと思うんです。なんか1年の懲役刑に厳罰化された後の事件だから、もう1年の懲役にふさわしいんですよっていうふうに言う、だから、まあ、言うような言い方で、だからあの虐待罪で1年の懲役つけましたみたいな感じにすごく聞こえるんだけれども、手段はこう非常に悪質で、違法だけれども、不当なものだけれども、その目的が不当とは言えないっていうところが、もうそこが私本当にもうあの時本当にびっくりして傍聴していて、それってどういうことですかって、なんかもう感情として理解ができないし、なんか納得できないっていう、でその猟奇的な事件と異なるからっていうふうに裁判官が言ってたんですけれども、なんか私は例えばすごい猟奇的な目的を持った悪い人が、お腹の大きいワンちゃんがそこにいて、こいつ面白いから切っちゃおうって言って、ぐさって麻酔で、あの獣医師でもないやつがお腹を切るのと、あの人たちがお金のためにお腹を切るのってやってることは一緒じゃないってすごい思うんですよ。その動機が、じゃあ助けるためですって言ったら、目的は不当じゃないって言うの、って、まあ、助けるためだっていうふうに主張していたけれども、もうどう考えても助けるためじゃないじゃないですか、その辺は司法は助けるためっていうことを認めたってことなんですか。なんか言い方の問題だけ、そこすごい難しいですよね。なんでしょうね、そのこっち側の人たちから見たら、その金儲けでその犬のお腹切ってるでしょ、明らかですもんね、そういうことですよね。でそれがこうそんなに悪くないんじゃないですかっていうふうに、その裁判官たちは見てるっていうふうにも聞こえちゃうわけですよね、これが全く理解できないですよね。そうですよね。でしかも自分たちがその繁殖させたわけですよね、わざとお金のために。で自分たちが繁殖させて、でそれで助けるためにお腹切ったって、どう考えても理屈に合わないっていうか、自分たちが撒いた種ですよね、っていうところが非常に納得できない。生まれる時期が来るっていうのは分かってて繁殖させた。しかも何とも何とも繁殖させてんだから、それぐらい学習してますよねって、
そこがなんか本当に司法の中でそこなんかこう理解されなかったのかっていうところがなんかすごい違和感を感じるっていうか、日常的にやってたわけですからね、うん、まあ、ね、助けたければね、その担当者の繁殖はやめましょう、ね、うん、やめりゃいいだけですしね、実際に全部が担当者だったわけじゃ多分ないんですよね、うんうん、そうですそうです、ね、まあまあ他のいろんなやつが助け出されてましたよね、はい、そうです。 でもあの基礎事実として裁判に載ったのはやっぱりあの担当者のことっていうことで、ね、まあ、うん、それもなんかね、後藤だけじゃないしなって、この14年間に何頭の犬がお腹切り裂かれたんだと思うと、いやなかなか納得できる判決じゃないですよね、うん、本当に。あの男性の元従業員、うん、あのもう一人の昔 の、うん、あの一緒に逮捕された方じゃない人、うんうん、あの一番最初の方に勤めてた人だよね、うん、あの人の時なんか遡るともう十何年前ですか。だってすごい数の帝王切開していたっていうことも裁判の中でね、証言としてあるわけだから、うん、はいはい、だから本当頭数がそんなんじゃないし、うん、期間もそんなんじゃないっていうのはもう見てれば分かるかでね、うん、のに本当になんかもういや納得いかないな、うん、でもどれだけそうやって証言がこう出てきた、もう本当にリアルな、もう間違いないですよねって証言が出てきたとしても、結局基礎事実は後藤だからっていうことなわけですもんね。そうそう、まあ、ここが本当にやっぱりね、うん、裁判の本当に難しいところっていうか、私たちがなかなか納得しづらいところですよね、うん、古い話になるともうそもそも時効でダメですって話になってくるん で、それはもう動物の事件に限らず人間の事件でも時効になったらちょっとそれは話になってきますね。なんかどういうふうに今後こうしていったらいいと思います？なんかまあ一つの ご意見として、まあ、私たちも今すごい考えてるんですね、これこの後どういう活動につなごいけていくかな。この納得いかない判決をこのまま悔しいで終わらせちゃいけないじゃないですか。です、ね、次やっぱりこれを受けてどういうアクションをしていったらいいんだろうってことを今すっごい必死で考えてるんですけど、まあね、どうしても法改正で厳罰化っていうのはどうしても避けられないんじゃないかと思いますので、その、まあ、検討するってことですよ、うんうん、その、まあ、絶対やるのがいいかっていうのはちょっとまだ、ね、そのすぐにはこうだっていうふうに決められるものじゃないかもしれないですけども、うん、はい、 そうですね、でもその中でもやっぱ今話した中で思ったのがその虐待罪の2項の方ですよね。2項の方の、法定刑が果たして1年以下だけでいいのかっていうのはあると思うんですよね。先生本当そうです、私も本当にそれ思うんですよ、結局あれが第1項できちんと裁かれていない感じも受けると、うん、やっぱり2項があのままじゃダメだなってすごい思ったんです、特にあの一般 の、 その、まあ、要するに司法が言うサイコパスな事件以外の事業者による、うん、あのものを裁くときにですね、やっぱものすごいこう 2項って重要だなっていうふうに思ったんですね。だからやっぱダメですよね、2項このままじゃ。そうですね、はい、まあ、つい最近まで罰金しかないのがちょっと信じられないぐらいですよ ね、 本当そうですよね。だからあんだけのその、うん、なんていうか皆さん法廷でも、うん、映像とかで見たと思うんですけども、うん、なんていうか阿鼻叫喚レベルの、ね、はい、ものがあって、でそれがまあずっと一定期間続いてだろうっていうことがあるのが、うん、本当に1年以下の懲役でいいんですかっていうのはこれから考えていかなきゃいけないですよね。じゃあまたね、私たちが活動またそれつなげるときにまたご相談、また今後ともいろいろとご相談、ね、アドバイスよろしくお願いします、はい、こちらお二人お願いします。